たい4回ぐらいの打ち合わせで決めるんですけど、はい、そのうち3回は洗面台の話します。ざっくりとどんなイメージの洗面台にしたいかっていう、洗面所全体の空間のデザインをどうするかっていうので、うん、この水洗金具がすごくこだわっている物件です。こんにちは。こんにちは。北斗の菊池です。今日は、はい、洗面の仕様というかバリエーション、あとは作り方が、はい、どういうのがあるかっていうのをご紹介できればなと思ってました。はい、洗面台なんですけど、はい、大きく分けてシステム洗面と造作洗面といって現場で作るオリジナルな洗面と、はい、まああるんですけど、はい、まあうちの物件はもうほぼほぼ造作洗面という現場でオリジナルの洗面台を作るようにしてます。そうですね、うん、ほとんどそれですよね。で、はい、オリジナルで作れるそのメリットっていうのは、はい、その寸法に合わせて、うん、現場のサイズに合わせて自由に作れたり、はい、洗面ボール、水洗金具とか、うん、あとミラーの大きさとか、うん、キャビネットの大きさとか自由にこう作れるっていうメリットがあるのかなというのと、はい、あとは見た目がやっぱり雰囲気がいい感じになると思うので、はい、造作洗面っていうのを作ってたんですけど、はいはいはい、その造作洗面っていうのも、うん、実際はこれお客様と打ち合わせしながら細かく仕様っていうのを決めていくんですけど、うんうん、その前にそもそもどういうのがあるのかっていう今日動画かなと思ってました。はい、オクトチャンネル。造作洗面なんですけど、はい、まあ、決めることといったら、まあ、うんうん、一から作るのですごくたくさんあるんですけど、うんうん、大きくはカウンター、水洗ボール、水洗金具、ミラーの大きさもそうなんですけど、ミラーキャビネットにするかしないか、一枚のミラーの大きさで作れる扉のサイズっていうのがあるので、はいはい、キャビネットにしたい場合は、うん、結構三面鏡にしなければいけなかったりとかっていうのもあるので、うんうん、まあそこら辺を決めていく感じになります。うんうん、まああと細かく寸法とかいろいろ決めなきゃいけないんですけど、大まかな素材感としてはそのぐらいかなと。寸法とかはコーディネーターさんが言ってくれるってことですか？そうですね、打ち合わせはコーディネーターも同席して、うんうん、まあ、僕も同席してオーナーさんと一緒にこうしましょうああしましょうっていう打ち合わせするんですけど、うん、その時に寸法の棚の高さとか大きさとか奥行きとか、うん、キャビネット作る時はあとガラスの種類も決めないとダメですね。うん、うん、扉のガラス結構皆さんスムーズに決まるんですか、その辺って？それがですね、決まらないんですよ、ね。まあスムーズにというか、うんうん、住宅1棟の使用を決めるのに大体4回ぐらいの打ち合わせで決めるんですけど、はい、うんうん、そのうち3回は洗面台の話します、ね。最初に洗面台こういうのありますよっていう説明をして、うんうん、次回イラストというか展開図っていうので、うんうん、こうイメージ図を作ってくるんですよね。はいはいはい、そこからまたやっぱりこうしたいああしたいってなって、うんうん、じゃあ次回打ち合わせで決めましょうねと言ってこう、うん、その時にあとタイルのサンプルを準備してたりとか、うん、ガラスのサンプル準備したりとかっていうのも入ってきて、まあ3回目で、まあ行きましょうってこう決定するような感じですかね。うんうん、はいはい、流れとしてはそういう流れで、まあ最初に決めておくことは、うん、ざっくりとどんなイメージの洗面台にしたいかっていうことぐらいでいいと思うんですよね。うんうん、あとは打ち合わせしながら決めていくので。うんうん、いいと思うんですけど、はい、まずはカウンターなんですけど、うん、素材の話になっちゃうんですけど、はい、まずは木製のカウンター、うんうん、メラミンカウンターからはコンクリート柄だったり木目だったり石の柄だったりいろいろあります、はい、タイルを貼るカウンターの仕様とか、うんうん、そしてあとはモルタルのカウンター、うんうん、の4パターンぐらいですかね、よく見るの。そうですね、あともっとやろうとしたら大理石のカウンターとか、うんうん、天然石カウンターとかいろいろあるんでしょうけど、そうですね、うちで結構使うのが多いのが木製カウンターとかメラミンカウンター、うん、が多いですね。そうですね、でたまにタイルのカウンターと、うんうん、気になってたのはその木製にするじゃないですか、木製は水回りに使っても大丈夫なんですか？木製のカウンター作った後に撥水効果のある塗料、うん、自然塗料を塗るんですけど、うんうん、はいはい、一応そこで水の浸透とか、うんうん、一応塗料では防げるんですよ、うんうん、ただ10年20年っていうスパンで見た時に、うん、やっぱ塗料の撥水効果っていうのが落ちてくるので、うん、撥水落ちたなとかちょっと汚れつきやすくなったなっていう時に、うんうん、もう一回塗装してもらうとまた性能が復活するんですけど、塗装というのもそんなに難しくはないです。塗ってタオルで拭くだけっていう感じなので、はいはい、まあ、実際誰でも簡単にできちゃうかなという塗料なんですけど、まあ、そうやってその、まあ、撥水の効果を維持するっていう方法、あと普段は撥水効果があるとはいえ、うんうん、
木製なので水はねしたなっていう時はタオルでさーっと拭き上げてもらうっていうメンテナンス風にしてもらうと綺麗さを保てるような感じになってます。メラミンカウンターなんですけど、はい、メラミンカウンターはまあモルタル柄とか木目柄とかあるので、うんうん、柄の自由度が増すっていうのがいいと思いますね。すごいいっぱいありますよね。でメンテナンスも基本必要ないので、うん、水はねとかしたらまあ拭き取りとかは基本するんでしょうけど、うん、基本何も気にする必要はないと思います、うん、お掃除楽そうだなって思って見てました。そうですね、掃除が楽でしょうね、うんうん、はい。タイルという素材なんですけど、うん、タイルの種類もいろいろあるので、うん、自分好みのタイルが貼れるんですけど、はい、やはりちょっと水回りなので、うん、基本そのちょっと掃除しやすいタイルを選ぶっていうのがすごく大事になるかなと思います、うんうん、やっぱ目地とかゴミついたりとか、ね、ただその目地については基本モルタル目地が入るんですけど、うん、若干そのやっぱり汚れはつきやすくはなります、うん、はい、なのでそこもちょっと汚れがつかないようにちょっと普段からちょっと気をつけてもらうとか、はい、うんうんうん、お掃除得意な人はいいですね。うん、そうですね、はい、モルタル仕上げのカウンターっていうのもいろいろあるので、はい、モルタルのカウンターっていうのもおすすめなんですけど、はい、モルタルの柄であればメンテナンスが楽な、うん、一応そのメラミンをまずはおすすめしてます、うん、本物とそのシート物ってちょっと若干質感も違ったりもするので、うん、まあ、どうしてもとなればモルタル仕上げも選べるんですけど、うん、まあ、そこはちょっと実際見比べてもらってっていうところですかね、はい、でその次にこの洗面ボールといって、はい、水を受ける、うんうん、受け皿の剪定なんですけど、はい、これも色とか形とかサイズ、うん、深さとかいろいろ選択肢があります。そうですよね、うん、なのでここもどれにしようかというところでいろいろ選択肢が増えてしまうんですけど、うんうん、一旦うちのまずは標準の洗面ボールをまずはご案内していて、うんうん、もしそれが正直その自分たちの好みに合わないなという時だけ他の洗面ボールをご提案して決めているっていうような感じでした。標準のシンクっていうのは TOTO の、 あの白いシンクですか？そうですね、選択肢がありすぎると困ると思うので、うんうん、TOTO さんのあの白いシンクを標準設定としてます、はい、深くてすごい使いやすそうな、そうですね、だなっていつも思って見てます、はい、TOTO さんの以外だとカラーのシンクだったり、うん、カラーのシンクだったり、はい、あとはそのイメージが分かれるところなんですけど、はい、カウンターをくり抜いてこうシンクを埋めるような仕上げにするのか、はいはいはい、それともカウンターの上にトーンとシンクを乗っけてるイメージにするのか、このイメージの違いでも使う洗面ボールっていうのも変わってくるので、 そうですよね、うん、そこもご希望を聞いてから、うん、じゃあこういうイメージどうですかっていう提案をするような感じになってます、うんうん、はい、今度は水洗金具の問題なんですけど、はい、うんうん、水洗金具もあのホースが伸びるタイプで、うん、シャワーが切り替えできるタイプの首の長いのが標準なんですけれども、水洗金具もすごくいっぱいあるのでそうですよね、今までのお客様の話をすると、うん、ホースが伸びるタイプが良くて、はい、見た目がこうちょっとすごくおしゃれな電話型の水洗器具を使ったり、うんうん、ホースとかは伸びない仕様なんですけど、うん、ゴールドがいいとか、うん、ブロンズがいいとか、うん、その水洗のやっぱ形、こういうのがやっぱりいいってなると、じゃあホース伸びる機能はちょっとなしになりますけどっていう感じで使ったりもしてました、うん、まあ、でも今現状使ってるやつからしてそれが必要か必要じゃないかって分かりそうですよね、なんか。まあそうですね、うんうん、ただその一番人気はやっぱりホースが伸びてシャワーにも切り替えられるっていうのがやっぱり、うん、間違いなく便利でしょう、うん、一番この機能性とあとは見た目も決して悪くないので、うん、一番人気にはなってました、うんうん、まあ、そこの水洗金具も基本的には自分たちものみで決めれますよっていうことで、うん、はい、ミラーは基本的に自由な大きさで洗面のイメージに合わせて作ることができるんですけど、うんうん、そのミラーの背面後ろをキャビネットにするかしないか、うんうん、ここもちょっと好みが分かれる部分で、うん、鏡一枚で大きくミラーが欲しいという方だと、うん、その大きなミラーの後ろにキャビネットは作れないので、キャビネットなしで
一面鏡の大きなミラーで、うんうん、ってなるパターンもありますし、うん、やっぱりキャビネット欲しいねってなったら、うん、まあちょっとあの三面鏡とか二面鏡とかになるんですけど、うんうん、じゃあ後ろにキャビネットを作りましょうってなるプランと、うんうん、あとはそんなにミラーのサイズが大きくなければそのまま一面鏡のままミラー収納っていうのもできるんですけど、うん、そこら辺もその洗面のサイズとかイメージによってもちょっと変わってくるので、一つはミラーキャビネットが欲しいか欲しくないかっていうところですかね、うんうん、ミラーについてなくても横にニッチつけたり棚つけたりとか、うん、そうですね、一面鏡を大きく作ってその両脇にキャビネット収納を作ったりっていうプランもありますし、あとはカウンターの脇の方にこうニッチとして埋め込みの収納の棚を作って扉をつけて、その場合今度扉のガラスの種類どうしますかっていうので、このガラスの種類も透明だったり縦のストライプだったり、うん、モザイクガラスだったり気泡が入ったようなガラスだったり、うん、まあガラスの種類もいろいろあるので、どのガラス使いますかっていうところも打ち合わせして決めるっていう感じですかね、うんうん、そうですね、それもいいですよね、別になってるのも、まあどっちも良さそうなんで、またそこで迷いそうですけど、そうなんですね、なので1回とかの打ち合わせでは決まらず、うん、やっぱり2回3回とこっちもいいよねみたいな感じ で、ね、まあ最終的にこう決めていくような感じで、うんうん、あとはそのタイル、やっぱ洗面に基本タイル貼る方も結構多いので、うんうん、立ち上がりの部分ですかね、うんうん、そのタイルをどういうタイルを貼るかとか、うん、だいぶ変わりますよね、そのタイル次第で。そうですね、同じ多分水洗ボールと水洗金具でもタイル次第で雰囲気変わりますよね、うん、だいぶ変わりますね、うんうん、で、まあそのタイルをどうするかと、あとは洗面所全体の空間のデザインをどうするかっていうので、うん、塗り壁の仕様でしていた方がいいのか、うん、ちょっとイメージに近いクロスを貼ったりとか、うんうんうん、っていう感じでこう洗面を決めていくような感じですかね、うん、そして照明も決めなければいけないところなので、うんうん、照明もこれもいろいろな照明があるんですけど、うんうん、洗面にポンとこうブラケット照明っていうのをつけるパターンとかが多かったりするんですけど、はい、うん、意外とそういうブラケット照明って電球色オレンジ色の光なんですよね、うん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 、男性はあんまり気にしないんですけど、女性がそのちょっと洗面でお化粧を直したいとかっていう時にちょっと電球色だと微妙なんですかね。そうですね、あのサーフィンを楽しむ家の洗面所で見せてもらった感じですかね、はいはいはい、あの白い感じの電球あると多分しやすいかなと思います。そうですね、そういう場合は電球色のブラケット照明は雰囲気作りのための照明、うん、あとはまあ普通に明るさを取る照明として、うん、お化粧直し用とかの照明としては、そのちょっと白っぽい光、中白色のダウンライトを設定したりとかっていうので補ったりっていうプランもありますかね。洗面が結構皆さん盛り上がるポイントかなという、いや確かにそう思ってました。お家ごとに違うのも、そこかキッチンかみたいな感じになってくるんで、結構洗面見ちゃいますね私。そうですね、うん、でオーナー様も何がうちのその家作りで良かったかって、意外とこう洗面がかっこよかったとかっていう声も結構あるので、うんうんうん、やっぱテンション上がりますよね。やっぱり洗面もやっぱりテンション上がるポイント、うん、なので皆さん結構こだわっては作ってるんですけど、毎日絶対何回も使いますしね、洗面。何回使うんですかね。もう、まあ、最低2、3回は使うんじゃないですか、手洗ったり。まあ、洗面もその利用頻度が高くて、うんうん、見せる洗面っていうプランも正直多くて、うんうん、なので洗面ってこう、住宅の中では気合い入れるぞポイントが結構高いかなっていうです、ね、ところで。ぜひ、あの、あれですよね、過去の施工例1個ずつ見てもらって、洗面。うん、見てもらいたいですよね。そうですね、うんうんうん、なのでこの部分ごとのページっていうのもあってもいいかもしれないですね。そうですね、うん、まあ、決してシステム洗面が悪いっていうわけではないので、うん、使いやすかったり、うん、メンテナンスとかもいいんですけど、うんうん、まあ、うちでは造作洗面が多いですっていうことですかね、はい、オクトチャンネル。今度は実例の話になるんですけど、はい、実際そのいろんなものを組み合わせると、うんうん、あのこうなりますよっていうお話で、はい、ちょっと代表的な物件のご紹介になりますけど、はい、今見ている物件は、はい、水色のクロスを貼って、はい、タイルがモロッカンタイルっていうタイルで、この水洗金具がすごくこだわっている物件ですね。ですよね。ミラーが大きめな一面鏡を使っていて、はい、ミラーの下ちょっとカウンターが出てるじゃないですか、はいはいはい、これってわざと壁を
吹かすっていう壁を出してくる。でその出した空間に水栓を壁から出しているっていう作りにして。あんまないですよね、よくよく見たら。気づかないポイントでした。うん、そうですね。これもこだわりの一つなんですかね。うん、でもここのオーナー様はもう一番のこだわりはもうこの水栓とこのタイルは絶対使いたいっていう、うん、まあイメージ決まってたので、うんうん、打ち合わせ自体は結構スムーズにいきました、うん、あんまり悩まず、うんうん、いや人気ですよねこれ絶対。このタイルこの後すごい増えた気がしますもん、うん、なのでこの爽やかなイメージ、うんうん、にあとはランドリーパイプですね、はいはい、ランドリーパイプがあって。このタイルってあれですか、この色とかいろいろ組み合わせ変えられるんですか。組み合わせ変えれます。うーん、確かここもそのタイル の、うん、あの1枚ごとの色、例えば白何割で、うん、グリーンが何割、ブルー何割とか1枚ごとにオーダーできるんです。めっちゃ悩んじゃう。思い出した、その割合を悩んだっていうことですね。あのサンプル作ってみてグリーンがちょっと割合多いとかって言って、じゃあもうちょっと少なめの割合でとか、そういうサンプルがじゃあ見れるんですね実際に。そうなんですよ、タイルシミュレーションっていうのができるので、それはめっちゃいいですね、うん、このタイルの種類ももうすごくいっぱいあるので。だからちょっとずつ違いますよね、全く一緒ない気がしますね、うん、まず全く一緒はこれは存在しないかなという、オリジナルというかそのオーダーで作ってるので、うん、なのでタイル選びで確かちょっと打ち合わせの回数増えたかなっていうところですね、うん、オクトチャンネル。次の実例紹介なんですけど、はい、ここの物件は洗面の幅がまあ 1.2 メーターくらいの洗面に埋め込みの洗面ボールが入っていて、このメラミンのカウンターのコンクリート柄のカウンターを使ったっていう物件で、うん、はいはい、タイルはなんかちっちゃくて可愛いのが詰まってるような感じでしたね。うんうん、そうなんですよ。このモザイクタイル風のタイルを貼って、うんうん、ミラーの隣にニッチの収納があり、ガラスがこの縦の絶妙な縦ストライプではないんですけど、これなんか珍しいですね結構。名前忘れちゃったんですけど、すごい珍しい名前。このガラスのキャビネットの隣が一面鏡で大きなミラーがついて、うん、でここの照明も結構かっこよくて、うん、ネイビーというかこのクロスも全体的にこういいすごくまとまりのいい、うんうん、雰囲気のいい洗面になったなという物件ですね。この全体のバランスがすっごくおしゃれですね、うん、実際ここの洗面もやっぱりもうかっこいいっていうお話も結構いただいてたので、うんうん、人気のある洗面でした、はい、オクトチャンネル。で今度はここの物件のお話だとメラミンのコンクリートのカウンターに埋め込みの洗面ボール、はい、あともう水洗も採用率の高いホースが伸びるブラックのかっこいい洗面を使っていて、うんうん、このタイルがそのブラウンのオクタゴンタイルっていう、うん、このタイルも結構かっこいい感じのタイルで、だいたい 1.7 メーターの洗面の幅 で、うんうん、でミラーももう壁の幅いっぱいいっぱいに使ってる大きなミラーの一面鏡を採用になっているっていう感じで、うんうん、あとそのミラーの隣にニッチの収納があってガラスが入っているという感じで、ブラケット照明が2個ついていて、うんうん、その他に画像には映ってないんですけど、はい、お化粧用のダウンライト照明、はい、白っぽい照明もありますよと。これはあれですよね、右側の方に座れるように空間があって椅子置けるような作りってことですね。 うん、それであとは広い幅があったので、うんうん、まあ、両側にコンセントを設けたり、うん、ドライヤー2台同時使用も可能っていうことですかね、うんうんうん、大いに越したことないですよね。洗面って本当にコンセントこんなに使うんだって思うぐらい使いますからね。そうですね、ただドライヤーとアイロンと、アイロン、まあ、あヘアアイロン、ヘアアイロン、あと、まあ、ヒゲ剃り、そうですね、歯ブラシ、女性がやっぱ使うんでしょうね。ですね、だから、うん、足りないですもん、うち4つあるけど足りないから、もっと、まあ、コンセントの位置も実際打ち合わせで自由に決めているので、うんうんうん、そこも増やせます、はい、っていうことと、あとはタオルハンガーですかね、うん、これもよく使うアイアンのバーで、はい、オクトチャンネルというのが、まあ、うちの標準って言えば標準なんですけど、うん、こういうオリジナルの洗面をオーダーで打ち合わせしながら決めてみますっていうことですね、はい、作り方は自由なので、はい、まあ、どうするかをこう打ち合わせしながら決めていければなと思ってました、うんうん、
気になったらあれですね、写真とか持ってきてもらってこんな感じっていうのを進めるのが早いそうですよね。うん、オーナーさんの中にはこういう洗面にしたいってこう画像を見せてもらって、うん、そのイメージに近づけるっていうこともできるので、うん、はい、じゃあ今日はこんなところで、ところで、はい、うん、また来週また来週はい。